轟きの頂きらしだったら寝ろって言うんですよ。で鏡だと寝られたまえって言うんですよ。でしずきちゃんだと寝るって言うんですよ。次、初心者ウェルカム、目押し不要ということで、ボーナスが当たった時にハイビスカスが光った時に時々は目押しがいらない。大以外にも全然楽しめるところを手伝いできると思うので一緒に戻らないと思います。ありがとうございました。熱い戦いとか好きですか？悲しみを背負いながらギルカス度チェックをしたいなと思っております。であなたは150万の車と、筐体金額150万するギルティクラウン、どちら買えますか？設定1の方がフリーズしやすいっていう、まあ設定6積もれなくても設定1でもフリーズは引けるよっていう大チャンスの台ではあります。私がこれから2人を選びます。絶対起きるんだと思うんだよ。いや絶対起きなくるでしょ。絶対来る。いやでもギルクラもあるよ。マジで。あれはすごい。転生も違う。違う。違う。シュート。バンチョもやばい。バンチョね。いやでもバンチョも面白い。いやねえぞ。いやでも俺はやっぱギルクラしたいな。マジで。あざます。よっしゃい。魚？魚化け物さん。まだ化け物さん。化け物さんまだ出てないよ。そうそう。誰もまだ出てないのにも出る。シャレありがとうございます。シャレシャレ以上です。おはようございます。おはようございます。今回ですね、明太くんギリティクランの愛を伝えることができるギリカスのひてまつです。そしてはい、パチスロ初心者のお昼おかずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたビギナーズラブ。はい、で今回ですね、収録させていただきますホール様が、埼玉県越谷市にございます宣言台宇野様で収録させていただきます。はい、パチンコ台数が308台、パチスロ台数が204台のホール様となっております。はい、で今回、先ほど、整理券番号をもらいまして、私が2番で、私が1番です。で今回ですね、ちょっとこちらのギルティクラウンを実践したいと思っておりますが、今回なぜギルティクラウンを選んでくださったでしょうか？はい、エンピレオがやりたい、あとは神曲を聴きたい。はい、ありがとうございます。神台には神曲があるということなので、まあ、実践の中で見せられればなと思っております。でまたギルティクラウンはですね、レバーの叩きどころがたくさんある機種なので、そこのポイントも、分かりやすく面白くお伝えできればなと思っております。はい、で今回ですね、ちょっとこのようなものをご用意させていただきました。はい、こちらですね、こちらで今回ですね、ちょっとお互いちょっとギルカスになっていただきたくて、はい、ちょっとこちらの T シャツを後ほど着ていただいて、はい、まあ、お互いギルカスになって、ギルティクラウンを実践したいと思っております。はい、ということで、初心者の方にギルティクラウンの面白さ、楽しさを分かりやすくお伝えして、僕のギルティクラウンの愛を皆様にお伝えできればなと思っておりますので、今日も一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。頑張ります。頑張ります。雨だけど。それでは、実践していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。で今回今回の実践は乗り打ちですか、それとも我々乗っちゃいますか？乗っちゃいますか？乗っちゃいますか？乗っちゃいましょう。乗っちゃいましょう。はい、今回乗り打ちで実践させていただきたいと思います。はい、乗り打ちになりました。で、カラーレス、青ナナですね。青ナナを狙っていただいて、青ナナ、はい、そうですね、ちょっと待って、はい、そうですね、はい、そこからフリーにして大丈夫です。はい、膝も通常、通常です。今、口元で出ました。おで、今回ね、今中押しでやってみたいと思います。で、今回リプレイ止まってるんですけど、これが、強チャンスリプレイですね。あー、へぇー、はい、ボーナスではない、で、なんでもって感じです。あ、で今、うん、これは今の外れちゃったんですか？外れたんですけど、はい、ボーナスがあったのは、チャンスゾーンの電池が走るので、まあ、これはチャンスゾーンに期待すればなと思っております。なるほど、はい。で今回これ今レアグレイスが出てるんですけど、今こうやって今否定しているので、まあ、チャンスゾーンの今電池が走ってるということになります。これが作戦なんです。これ、ゆずりはいのりです。いのちゃん、いのりちゃんですね、これが今、T シャツ着ていただいてる、いのりちゃんが今、いのりちゃん、これですね、これ、これです。今のキャラクターが、いのりちゃん、で今、ポールチャンスね、今もうおー、すごい。で、28ゲームですね、ボールチャンス入りました。おー、これチャンスですよ。おこれ、近くです。おこれ今、0.2 ですね。いや、近く
イエーイ、おめでとうございます。2枚になってるね。おーい、でも直すと、おーい、エアリーが37ゲームでエアリーとれです。先生やりました、さすがです。いやこれがもうオールの力なんで。さすがさすが、見せていただいて。37ゲームエアリーいきます。はい、いってらっしゃい。でこれエアリー、青7、青7、これ強チェリーです。これが強チェリー、やっときました、強チェリー。これはボーナスではないってことだよね。あ、そういうことね。で、これボーナスです。ボーナス、ボーナス、やっと当たった。僕今ちょっとお金せなんで。あ、どうぞ。231ゲームですね。やった、ありがとうございます。やっと当たった。強チェリーから、強チェリーから、強チェリーから、はい。普通に何狙えばいい？青7、一回もう一回やってもらっていいですか？青7、青7、青7っすか？ただ秒針ってた。ありがとうございます。やりました。うん、ありがとうございます。やりました。これはあれだよね、神曲な、聞ける、聞ける、やった。それ で最終ゲームでハテナナビ出るんですけど、出たらちょっとあっちいいかなと思ってたけど、うんうん、これっすね。おー、これっす。これを3択当てて強奪リプレイ揃うと、ライブ的揃うと強奪リプレイになるんですよ。なんでレベル2スタートになるんですよ。うん、僕は中だと思ってるんですよ。もう一発目、一発目。でも私も一発目は中だと私も思った。1、2、3、1、2、3。でもこれも2角出ちゃうんで、ここに真ん中リプレイ止まればもう2角なんで、ちょっと止まるかちょっと期待して、うん、ってことは、ってことはこういうことです。イエーイ。どういうことですか？やってもやったね。これはやってもうた。これが一番アカンっす。あ、そうなん。これが、そうなん。今ちょっと何出なかったんで、ちょっとリプレイ期待したんですけど、うん、これが一番やっちゃいけないですもん。なるほど。で、今、ライブ的にまだ AP 量続いてるんで、もう転落させないように、ちょっと青な、うん、赤ならかっていうようになっていきたいなと思います。はい。じゃあ、いきます。はい、いってらっしゃい。いやー、マジもったいね。何が王の力や。いくぜ。頑張って。いや、この子役がもう本当転落来たのやばいって。はい、これで転落っすね。あ、これで転落しちゃったの。っ、ね、マジ下手くそ。マジか、マジか。いや、赤ならです。あ、青ならですね、これ青なら、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 青青7狙っていただいて。青7、はい、はい、でこれ否定してるんで、これレアケースなんですけど今、うん、ハズレのデビュー出てるんで結構チャンスゾーンに期待できます。これは期待できますか？はい、いやちょっと下段ちょっとリーチベリープレイ引いたかもしれないですね。下段がリーチベリープレイでボーナスフラグなんですけど、はい、多分これちょっとボーナス引いたかもしれない。ボーナス、ボーナス、レバー叩いていただけて、はい、で今これ、OK、今あのランプついたんでエアリー確定です。やったエアリー付きの共鳴というエピソードです。 ART までいただきました。やった、初 ART。 これでスタート。エアリーさんです。じゃあ初 ART 行ってまいります。エネルギーで5番でで、こっちですね。あ、これ強ベルです。強ベル、あ、これが強ベル。ボーナスにも期待できるんで、ボーナス。で、青7。ボーナス確定です。強ベルから。強ベル。強ベルから。引き抜き、引きます。これエンピリオです。エンピリオ、エンピリオです。おめでとうございます。エンピリオです。いや、正面はマジ熱いんで。あ、そうなんだ。外れはちょっときついかな。外れはきつい。おー、外
全然全然知るんで、もしかも S ランクです。おお、すごいじゃん。レベル最上です。おめでとうございます。素晴らしい。まさかの初めてレベル3。これ逆サイドリプレイだったらエンビリオス直通、直通です。いやないけど、なくはない、リベンジ。いけ。でレベル3です。はい、もう今ちょっとチャンスですね。チャンスですね、テリーですね。はい、今日はテリーしかもこれアイコマンが確定なんで、あ、これが今光ってるんですけど、今ナビコマンが確定となって、タッチ上乗せ、これ今一角です。お、ナビ出てるのに、今ベル、ナビ出てるのにベルが否定してます。なんで一角です。おー、先に、え、先に行ってきます。はい。ここが取られてるか。かっこいいね。終わりだ。さすが。行きます。エンピリオ。さすエンピリオ。行きます。行きます。はい。さすが。うん、さすが。ショートなんで勝てるなら持ってなくしたいかもしれないけど、いかに勝っていますか。え、それがやばい。ライブ的6択走れてて、6択これリプレイを成功させれば復帰します。終わり。先生先生先生頼みますよ。これやれるかやれないかの、もう気づかせてやれるかやれないかさ、なんで。なるほど。エビラスみたいにならないように頑張ってください。はい、頑張ります。初めてのエンペリオン頑張ってきます。いきます、お願い。これ7だよ。7、赤7ですよ。だからです。だからです。外れ。どう、ありがとう。通訳です。通訳で、これがだいぶ今光ってるんで。何が光ってる？もう目が、あ、目が光ってるんで、はい、ボイドケロが光ってるんで、ベル、ベルを引いちゃダメです。ベルの波を引いちゃダメです。ベルを引いちゃダメ、ダメです。マジか。はい、大丈夫。7までやってください。7までやってください。え、7までやってください。お願い。これは揃ったらなんか揃ったエンピ頼むよ。エンピリオチャンス、はい、やったエンピじゃなくてストックですね。あっ、あったよ。あっ、よかった。はい、それではもう一回エンピリオス。何？エンピリオス。エンピリオ、リベンジ。じゃあリベンジ行ってまいります。行ってまい。はい、これダメですよ。頼むよ。ダメ。いや、いけるよ、いけるよ。赤だな、赤だな、赤だな。なんで私下手くそなの。先生、先生どこ押す。逆押し。熱い、熱い。あれ、僕の方終わりっすね。え、277番4セットですね。いや、これ熱いっすね。青7でやってください。左パート青7、青7、はい、青七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 、ゴールです。やりました。はい。もう入れ、箱入れちゃっていいですか、これ。箱入れちゃう。え、左に、あの、赤、あの、赤七狙ってください。左に、ここに赤七。エンピ二角です。これでエンピ二角です。一角？二角。当たったの？当たった。で、何を狙えばいい？大丈夫です。それを教えていただければ。え？ナビドルを教えていただければいいんで、適当に狙わなくていいの。
りました。やりました。いやー、それちゃうぞ。頼むよ。揃ったー。初ストック選手、初ストックゲット。マジか。マジか。こんなもんなんですけど、はい、あ、今中押しでちょっと発生かと思ったらちょっと感情が入ればレインボーですね。レインボーだ。すごいすごい。素晴らしい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あれ今ミッションになってけど確定チェリトリー落ちちゃうんですか。めっちゃ今やっちゃいけない。ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。いや、いや、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。お、すごい花火柄。いや、ほんとごめんなさい。これは今中段に青なる見通ししたんですけど、4コマ滑って今クライミング1画目です。でも取れちゃいますね。あっ、うん、よし乗りました。よし、いや、あれ分かんなくね、あれ分かんなくね、ぶっちゃけぶっちゃけ分かんなくね。確定セリフ、セリフ出せって感じですよね。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。さあ、エアリーいきます。エアリーはリード確定してるんで、そこら辺必ずね、引いて退場、もしくは燃費をちょっと期待したいかなと思っております。頑張ります。頑張ってください。行こう。もう何でもいい、何でもいい、お願いします。ダメ出し、一応サイドは確定します。おー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 、なんか勝てきたね、ダメ。おー、今ボールアタック中にエンピロ出てるんですけど、ここの 25% でエンピログ、エンピログ変えていきます。 25% ガンブルーチス。先生、あの、私の屈辱を晴らしてください。いってらっしゃいませ。エピスタートの場合はレベルも、レベル差もついてるんで、うん、ここでちょっと回路が続きたいなと思います。中に、ね、止まれば近くなんで止めます。お、ちょっと先生、先生、何がおろすかね、ごめんなさい。めっちゃブッシュボタン来ますね。うん、来てる。エンピですよ、これは理学です。これ中段でリプレイ、リなんで。で、エンピス、長い、長い。やりました。またサイド。あっさりプレイからの。乗りました。よし。いや、もうやばいよ。もう転落の危機。ああ。はい、確定チェリーで、確定チェリー引いて400枚です。すいません、ごめんなさい。ちょっとね、あ、え、え、おかしい。青でも揃うのがエンピルアさんですね、本当に。やーべー、中行っていいですか。中ファースト、中ファースト、え、中ファースト、中して右、これ、おい、これ、これ、さすが、これが切れましたよ。さすが先生。あー、先生。右、ハサミ、ハサミ、反対。さすがに無理、さすがに無理。70枚セット9です。あ、おい、だから全部これ消化したら、これ消化してから。チャンスそうですね、これで、ね、チャンスそう、はい、あー、手伝えてきました、頼むよ。 まだ分かんない、分かんない、スイカ止まれば、ありがとうございます、お願いお願いお願い、大丈夫、2画です。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。
で先ほど言ってた、はい、お昼おかずの名前の由来なんですけど、はい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 、あの本名にもじってつけました、はい、本名にもじってそうですそうですそうさすがにちょっと夜のおかずだとちょっとやばい感じがするからそうそうだからまあ本名にもあるのでそうそれをもじってつけましたもじってつけたとああ、はいはい、じゃあこれからスタートです。はい、レベル2以上確定してるんで。はい。頑張って、はい、行きたいと思います。行きたいですね。行きます。お願いします。123ゲームじゃん。はい、2でしたね。はい。お願いします。頑張ります。誰やか最終ゲームはもったいない本当だ次のゲーム1ゲーム遅、ね、遅ければ次は遅ければ発表だと本当にもう本当だギルクラあるあるっすねはははあいやね今多分ボーナス当たってればこれ B に出るんであなるほどボーナスなかなか当たってるから残念でしたともったいないっすねこれはあーやっちまったなってやつもったいない悔しいです。こっからっすね。もったいない。お前っすね。今日だってリプレイなんで、あれ内部的に NPL 状態なんで、内部的に NPL 状態なんで、はい。7を狙えるカットインを出してください。はい、頑張ります。お願いします。行きましょう。行きます。行きます。じゃあお金揃えちゃおう揃えちゃいましょう揃えちゃいましょうまだ終わってないんでもう来年でもう一回7勝って狙ってあ、まだはい行きましょう行きましょうよしいや順番逆転って本当ねそんな感じ逆これは来たんじゃないですかこれはまさか紅茶戦ですか行ったかなこれはどうぞ行きましたね来たーやったーここですよここあー行きます はい。ああ。最後のハテナ並びに行きたいですね。はい。はい。ライト。ね、早くもラスト。ラスト。それではお願いします。さあそうです。よし。92ゲームですね。はい。92ゲーム。お願い。お願いします。396ゲーム、今日追加ですね。おめでとうございます。やりました。あ、ちょっと第3戦士、弱地引いてこついたんでボーナスに7、揃ってあ、ちょ、これフェイクこれフェイクこれフェイクだろフェイクではないことは願いたい願いたい一応狙って狙います狙います狙いますあ、緊張するそこで来るかかですね本当っすよあるんじゃないこれは逆に食いにくい食いけおいナイス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 ナ
ます、頑張ります。お願いします、その流れで。流れでいっちゃうぞ。あ、くそー、お願い。いや、いっちゃうぞ。お願いします。次や、次、次、次。やったー。逆押しで。じゃあ、言われたときやります。ちょっとですね、今ゆりめを一回落としてちょっと、オモマナでやってたんですけど、ちょっと台の流れを変えるためにちょっとフェンチョイハレちゃんで、しかも水着バージョンでやっていきたいと思います。体が合うのはもういいです。意外と可愛いっていうね、可愛い。ちょっとこれで癒されながらちょっと実践していきたいと思います。君のメンバーが出たね。いやもうね、もう台の流れみたいなの僕あると思ってて、いやこうやってやると台の流れを変えるしかないなと思ってて、いやもうあとね、晴れちゃんのもう入る時のボールチャンスの声を聞いていただきたいなと思ってて、かわいすぎてたまぬいて、まあ、なんてさっさとボールチャンス入れろって話なんですけど。何見てるの？なんでもないこれくらいですか、これ今ボールチャンス、今めっちゃめっちゃ一緒になったんですけど、ただもう、もうエアリー入っちゃえば何回受けるんで、お願い、あいやきつ、あじゃあ、私が今度行きますね。ありがとうございます。これね、97ゲームボールドチャンスですね。ちょっと、ハレちゃんの声が素晴らしいんで、ボールドチャンス、チャンスですね。お願いします、1回です。105ゲームですね。どうする、1回お願いします。ボーナス、いやこれは、練習員、ハレちゃんのおかげなんで、これハレちゃんのおかげなんで、まあね、何も取れるんで、大体して30パス、これっすよ、これ、これっすよ、これがスノボっすよ、これっすよ、今の祈りを取り戻す。何でここは取ってからなっすよ、行ってきます。いってらっしゃい、頑張って。2000ゲームぶりぐらいのレベルです。これは左、右、リセット125枚です。いや、エンピやれみたいな、エンピやれ。お願い、あ終わってしまいました。最終ゲームだ、当てられる。あ、そっかそっか、ラスト。あとまあ恋愛も今戻るんで、ここで恋愛くん恋愛しい、はい、残念でした。527枚。じゃあそれでは、ちょっと実践時間も迫っておりますので、ここで実践終了したいと思います。はい、でまあ、僕はちょっとスタート何日しかないぐらいなんですけど、まあカズさんのおかげでちょっとなんとか乗り打ちは乗り切ったかなと思っておりますので、うん、ちょっとエンディング撮りたいと思います。はい、本当に初めて打ってすごい楽しかったです。初心者にもおすすめです。ありがとうございました。ありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございました。実践お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず終始の報告させていただきたいと思います。はい、僕の、投資が100枚ですね。はい、私が400枚です。総投資が500枚ですね。はいはい、で回収が、2人合わせて1081枚となっております。はい、で今回ですね、ちょっとギルクラ打って感想は、うん、あのエンピレオがたくさんできて、そうですね、ちょっともうすごいビギナーズだった。本当に本当に楽しかったです。多分もうこれはもう化け物に負けない自信あるんで、ちょっとまあ次の日の実戦で比べていただければと思っておりますので、はい、本日一日ありがとうございました。はい、みのりちゃんの T シャツもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いっぱい助けられました彼女に。
フォミーです。お昼おかずです。さあ始まりましたビギナーズラブ、略して BL。 イエイ。本日お邪魔させていただきますホールさんは埼玉県にございますラカータ大宮駅前店さんです。はい。パチンコ416台、スロット256台のホールさんとなっております。はい。すでに抽選受けまして、僕が並び順だったんですけど2番で、私が3番です、取ることができるので、まあ、今回実践していきたいと思う機種、はい、化け物語なんですけど、はい、化け物語選んでくれた理由を教えてほしいなと思うんですけど、はい、よくできました舞が見たい、それにつきます。なるほど。よくできました舞って難しいんですよね、出すの。なん、そうなんですか。結構難しくて、うん、まあでも出ないことはないっていう感じなんで、うん、まあ今日頑張って僕も出しますし、はい、お昼さんも出して、はい、自分で見れたらもっと面白いんで。そうですね。できっこないをやらなくちゃ。できっこないをやらなくちゃですよ、うん、まあそんな感じで、うん、まあやっていきたいし、まあ僕もいいとこ見せたいなと思いますんで、はい。まあ、今回このようにまあ実践させていただくので、パチスロ初心者の化け物語打ったことないよとか打ってみたいなとか思ってる人に楽しくお伝えできたらいいなと思いますので、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。晴れも見た、神も見た。まず乗りますか今日。乗りましょう。乗りますか。乗って行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ1枚入れます。なんかすごいなんかざわざわついてきました。もう前兆始まっとるかもしれない。暑い。なんかベル、それがだいたい共通スタート。共通スタート。あ、でもうわー、でかいよ。暑いよ。押してください。行きます。はい。これは多分これが怪獣ですね。普通に押してもらったら、はい、怪獣です。あ、これ、あ、翼ちゃん選んだじゃないですか。選びました。ヒロインだと、はい、普通のより期待度上がるんですよ。あ、そうなんですか。はい、じゃあチャンス。チャンスです。チャンス到来です。ここで仕留めてください。仕留められますかね。いやー、頑張ってください。ベル、行きます。行ってください。行きます。はい。うわ、はい、大丈夫かな。いけます、いけます。いけますかね。ここで発展っすね。クライマックス演出に。クライマックスで、これでいけばいいですか。そうですね。もう、だいたい3ゲーム3ゲームで、ここで、はい、階層とか入ったら、はい、チャンスアップとかあるんですよね。階層、はい、もう階層ですか。はい、継続。これですね。あ、これ、はい、あ、これが階層。これが階層。これがチャンス。チャンスアップ。チャンスアップ。いやー、あっちいな。お願いします。最終。最終ですね。いきます。ここで、しのぶちゃんが来れば。当たり？当たり。え？あ、外れか。いや、復活もあるんで。ほんと？はい。お願い。次の演出で、あられぎくんが来れば、怪獣という怪獣の儀。なるほど。通常のターンですね。おお、チャンスアップパターンもあるんですか。後ろの背景が赤とかになると、あー、赤チャンスアップ。そうなんですね。で、おお、さすがっすよ。いや、やっとですよ。先生頑張って。192ゲームおお、怪獣ですね。先生頑張って。しかもヒロインなんで若干チャンスアップです。素晴らしい。残念。あー、これは来たんじゃないか。来たんじゃないですか。レイト来た。これは熱い。でも確定じゃないんで。これあ、そうなの。熱いっていう。あ、熱い。いや、体操はなし。いいっすね。体操はないっすけど、はい、あの演出は熱いんすよね今の、はい、しのぶちゃん。しかもゲーム数も残っとったんで、はい、まあ、これでもしも外れても、あ、いいっすね。さっきのチャンスアップ、スタンさんなんかプッシュ出たら激アツっすよ。お、いきます、いきます。あー、206ゲーム AT の先生。もうさすが先生、やってくれましたよ。私の分話してくれましたよ。あゆみちゃんはね、ここがいいんですよ。裏切らない的な。ああ、終わりました。当たりっすね。
って真ん中だけっていうね一番弱い、はい、さあ終わりです。あ、終わっちゃった。151枚です。チーか、ね、あー、カイチーだ。んおう、何ゲームだ。89ゲーム、カイチー。あ、えあ、滑り目っすね。何何何何、普通に押してもらえば大丈夫です。これはどうすればいいの。普通に押してください。今左押してるんで、もう中右で、あの普通のここ左押したらこっちとか、たまに怪獣に入りやすいここでいいです。あ、まあ、ここ、はい、ここ、そう、滑り目って言って、うん、怪獣、勝手に、待って、勝手に揃ったんだけど勝手に、勝手に、勝手に時間が経つと強制ストップってあるんで、はい、あ、そしたらもう多分これで、これで怪獣、あ、追加で怪獣が当たってるんですよ。あ、設定差があるとこ、そういうこと。あ、なるほど。さっきの滑り目って、はい、怪獣突入機械があるときとか、うん、怪獣に入る前とかに出やすいんですよね。はい。だからもうそう、おいおいたださっきの怪獣からの発展なんで、はい、これで怪獣入ればいいなぐらい。なるほど。残念残念。じゃあ今は私がこれ当てないといけない。あー、いいっすね。なんかこれは関係ない。もう基本それやったら下パネルは消灯、消えるんですね。揃えば確定。おお、うまい。やったうまい。当たったやばー、すごい。あー、当たったー、よかった。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと当たりました。記録も期待度上昇中。あ、いいよ。はい、やった。行っちゃっていいですか。いいですよ。じゃあ行きます。行きます。あー、よかった。ありがとうございます。363回転。いや、213回転。全然いきます。ハッピータイム、初 AT っすね。初 AT。 好奇好奇。お、いってらっしゃいませ。おー、はい、お、いい感じだ。あ、追加投資したくねえよ。いいっすね、いいっすね。あ、いってらっしゃい。そうなんすか。俺あんま外したことなかったんすけどね。マジっすか。で、これですよ。なんでしょう。あ、一応あった。あった。ジャッカーのチャンスアップ。ここのチャンスアップなしですね。よっしゃ、おお、よし、バイバイです。おー、初バイバイ。初バイバイ。行ってきますよ。いやー、行こう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 。10枚で来い。5枚ですね。普通は5枚なんですか。大体5枚です。スタート。行ってらっしゃいまし。いいっすね。いやー、小呼びとかあるか。燃え尽き注意ですね。これがやばいやつ。ここにベル止まったらアウト。あ、ベル、これで終わり。あ、そうなんですか。12倍。何枚ですか。何枚でしょう。たった60枚です。60枚。いやー、60枚。いやー、頼む。うわー、来た。オーケー。オーケー。オーケー。いやー、嬉しい。オーケー。オッケー。あ、頼むよ。うわ、燃え尽きた。頑張って。この時点でもう危ない。あ、残念。あ、でも頑張った。頑張った。素晴らしい。27倍。すごい。うわ、復活。戻った戻った。うわ、うまい。さあ、すごい。これは美味しいけど、すごい。いや、終わるだよ。終わるだよ。終わった。あ、もう復活はないんですか。いや、この後、あと、ここの可能性はある。ここでパコーンってやって、パコーンって、パコーンって。残念。あ、いやー、170倍。いや、でも素晴らしい。やっと、やっと戦えるぐらいで素晴らしい。もう外してますよ。え、あ、いいですね、パッケー、モード、なんない。まさかの俺もね、外れると思ってなかったですけど。キリン、キリン外れるんですか。外れましたね。まあ、外れることもあります。そうなんですね。頼むよ。オッケー、頼む頼む。よし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 。ボーナスっすね。おー、助かった。青が白7の方が
上乗せに期待できると。なるほど、ボーナスです。いってらっしゃいませ。30ゲーム、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。素晴らしい。私、あ、青、青です。まさかの青ですか。まさかの青です。まさかの青っす。320枚、しかも666枚って。ゾロ目ですよ。ゾロ目じゃないですか。さあ行きましょう。いってらっしゃい。ハッピータイムですね。いってらっしゃい。あ、回数入ってますよ。回数入ってます。ラスト1枚です。おっと、ここで、お、いや、頼むよ。頼むよ。私も3番。残念、終わりっすね。382ゲーム、1271枚っす。終わっちゃいました。いやでも終わったんで、怪獣連するかもしれないですからね。そうですよね。お、リプレイ、うわ、フリーズだ。すげえ、おー、引いた、来た、引いた、引いた。すげえ、おー、隣でフリーズ引いたよ。来ました、フリーズですよ。やっと、よかった、今日初の見せ場。うわー、すげー、引けました、なんとかなった。すげー、おめでとうございます。やったー、すげー、あしかもリプレイ後だったからな。やばい、もう目に焼き付けてください、こいつを。はい、泣きそう、なんか、いや今日何もないかと思ってたから。いやよかった。いや、おめでとうございます。いやで、これはどうすればいいんですか。普通にナビ通り、いわゆるボーナスなんで、はい、疑似ボーナスになってるんで、フリーズ行ってきます。やったー、バイバイができるってこと。いや、バイバイはできないですけど、できない、できない、確定ではないです、はい、けどもう AT がとりあえずここで最初に150枚と、はい、プラスでこの上乗せからスタートするんで、もしかしたら500、600枚とか、もう700枚、800枚とかも全然ですね。もうここが一番の気合いの入れところですよ。気合い入れるところでしょ。よーし、よし、はあ、よかった。この音ですよ、この音がね、たまらない。さあ行きましょう。いい音鳴った。で、どうすればいいのかな。おっしゃっていいの、はい、スタートです。30ゲームですね。ここで出前、よし、乗ってきたぜ。ここからどんどん回してください。あ、間違えた、今プッシュボタン出てたけどさ、私押さなかったんだけど、ね、大丈夫、はい、押し忘れちゃったんだけど、まあ大丈夫っす。さあ揃えてくださいよ、バコバコ。オッケー、ナイス、100倍、よし、こっからいくぞ、いくぞ、よし、50枚スタート、50枚スタートっすね。じゃあ行ってきます。よし、ここで引かないとダメよ、私、ここからだよ。オッケー、チャンスアップ、よし、オッケー、オッケー、翼ワーク、あー、ワークですね。よっしゃ、チャンスっすよ、チャンス、サイズ広いですからね。残念、残念、まだまだあると。行きましょう、次ゲームっすよ、お願い、はい、いいっすよ、隅、隅、どうなればいいの。隅、オーケーっす、これでバイバイっすね。やった、初バイバイ、初バイバイ、よかった、バイバイチャンスと、はい、初バイバイです、やりたかったやつ。とりあえず、はい、5枚、ここでめちゃめちゃ乗せたら、よくできましたもん、よくできましたばい、はい、さあ僕怪獣です、はい、ゴー、燃え尽き注意、リプレイ、あー、下段リプレイ、あー、残念、終わりっすね。次の次が変換だったのに、合計が25倍、はあ、バックスレッド押したらもしかしたら復活するかも。残念、残念でした。125枚、まあ、とりあえず、とりあえずやった、いきます。あー、チャンスあったな、チャンス、頼む。そうだね、そうだね、今ね、そうだ、継続、継続、初めて継続、何これ、あ、そうなんだ、やった、行ってきます、プレミアム。
今度こそ。ね、行きたい。めちゃめちゃ燃え尽きそう。乗ってますね。お？お？燃え尽きました私。あ、ダンスでした。とりあえずは、とりあえずは、よかった。なんとかなった。ダンス入った。あ、よかった。行きます。あ、家に送り届けます。行きましょう。私はこういうミレースしか来ないです。また迷いちゃうんですよ。いやー、頼みます。お願いします。いやー、本当にお願いしますですよ。もう下皿がね、ないんでね。オッケー、緑。ああ、当たったよ。よし。オッケー。おっと、リルロックを引いた。ああ。いやー、楽しいね。化け物楽しいっすね。さあ頼むよ。オッケー、チャンスアップですね。まあ確定してるんで、ドン。オッケー、ただいまと。あ、このブルブルがただいま帰りました。いやー、149ゲーム当たりです。いやー、よかったな。さあATA 何回目だ。7回目、8回目かな。いやー、本当にここは大事。 OK、 OK、 バイバイかな。 OK、 バイバイチャンス。5枚どんどん行きましょう。どんどん行こう。 OK、 あるよ、あるよ、あるよ。これで超なんとかってやつです。オーケー。これはこれがエクストラサービスですね。ゼロゲーム連っていう。2倍弱い、弱いっす。あー、とても弱かった。いけいけいけ。あー、終わった。残念。いやー、超バイバイしたかったな。バン、入れないね。これなんてまだまだいきますよ。あ、あー、終わりです。終わりです。はじめまして。なでこ変化。おお。あ、なでこっすね。引き戻しならずと。お、引き戻しましたよ。いけ。え、あ、重っすね。引き戻し戻したね。あ、いいですね。成功っすね。継続っすね。かわいい。遊びましょう。いやー、嬉しいっすね。思わぬ。おお、すごい、すごいすごいすごい。これさっき来てる。よく言ってないけど気持ちなんでね。お願い。うわー、忍ぶのカップインはあるよ。716枚。それでは実戦終わります。はい、終了です。お疲れ様でした。実戦終了、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まあ個人一人ずつ収支の方を言うと、うん、はい、僕が投資が950枚、はい、私が700枚です。で、二人合わせての回収が3026枚、うん、いやどうでしたか感想。いや、楽しかったですね。もう最初はもうね、そうですね、もう何も来ない、外して、あの激アツ外してからもう何も私今日終わったかもって思ったんだけど、本当にね、ATA だってもバイバイ入らないし、うん、そうだけどフリーズ引いてから変わった。あれはやばかったですね。僕もね、初当たり軽かったし結構、うん、バイバイもちょこちょこ入ってたんですけど、うん、まあ、出玉ちょろ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 っと伸びながら、うん、
まあ、楽しくね、うん、打てたなと思います。そうですね、そのね、まあ、超バイバイだっけ、はい、がね、ちょっと見れなかったんだけど、そうですね、もったいない、行きそうだったのに、うん、まあ、次に行きたいですね。そうですね、そう、次はもうね、一人でも打てるように僕が教え込んだと思うので、あ、ぜひよろしくお願いします。またご指導ください、はい、じゃあ、はい、実践お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また会う日まで、さようなら。さようなら、最高。はい、それでは実践お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、そちら実践は。いやー、楽しかったっすよ。見せ場もちょこちょこありましたし、そちらどうでした。いや、僕も見せ場あったんですけど、まあ、エピレオ入ったんですけど、エピレオがもうゼロ個って言ってたんで、もう引きがない、引きがないんですよ。そうですね、僕自身がね、見せ場なかったんですけど、もう相方が見せ場を作ってくれたんで、こっちも相方フリーズ引きましたからね。見せ場12分ですよ。フリーズはさすがにって感じですね。いやー、やられたっすわ。やられましたね、それやられましたね。で、今回勝敗っていうか、愛が伝わった方、より愛が伝わった方のコスプレをこの真ん中の女性ら方にやってもらいますので。そうですね、はい、そろそろ準備ができたようです。初めてです。そうですね、はい、どうぞしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。両方楽しかったよ。